くれるかしら。来た。お、徐々に来てくれてますね。あ、こんばんは。こんばんは。少しずつ増えていっています。嬉しい。こんばんは。お疲れ様です。今の今始めました。こんばんは。綺麗に映ってるかしら。ウェイ。はい。皆さんこんばんは。一週間ぶりです。今週も週刊ジーナライブが始まりました。イエイ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 。先週ぶりでございます。お、今日の今のお洋服コーデ見たいですってことなんで、今日はね、下ズボンなんでちゃんと全身見せられます。今日はですね、ちょっと今絨毯がこうほこりがすごくてめっちゃついてんだけど、今日パンツなんですけど、お家だからパンツに着替えたんだけど、これに今日は珍しくなんかちょっと派手な柄のニットカーディガンを着ています。どうですかね。珍しいんですよ、こういう柄柄で。結構色物の柄のニットをあんまり私買わないんですけど、ちょっと最近こういうのにも挑戦してみようかなと思って買ってみたんですけど、どうですかね。どうですか。なんかなかなか買わないんだけどね、こういうの、こういうなんていうの、カジュアルな感じのニットとかは全然買わないんだけど、この色、水色ね、水色でバーガンディ色の感じで、でこの最近ね、この柄のが流行ってて、ちょっと私も欲しかったから、今日はこのパンツに合わせてるからめちゃめちゃラフな格好になってるけど、スカートとか、これに普通にスカートとか黒のレザーのパンツ、本当は黒のレザーのパンツとかに合わせて着ると私は一番好きなコーデになります。可愛い、似合うよだって、嬉しい。初めて参加しますだって、ありがとうございます。あ、お知り合いの方が見てる、こんばんは。かわいい、いい色、嬉しいです。そう、珍しいでしょ。そう、カジュアルジーナちゃんです。いつもちょっとねワンピースとかが多いので、今日は珍しいので挑戦してみようと思って着てみました。せっかく買ったのに、ファンの皆さんの前でお見せできる機会があんまり今ねないからね、ちょっとこういう場所でお見せできたらなと思って買ってみました。あったかそうだって、結構薄いの。はい、というわけで先週から1週間経ちましたが、どうでしたか皆さん。1週間全身を、どこのお洋服ですか。これはね、ダブルクローゼットで買いました。ダブルクローゼットに行った時に一目惚れして買ったやつです。結構安くてお気に入りでございます。はい、まあ、1週間ありましたけど、先週から1週間は何があったかな。アルバムの発売がされましたっていうのを先週発表して、で今週は、昨日私はクリエイターズというね、福岡天神のフェスとかイベント、今日もやってるんですけど、2日連続であるザ・クリエイターズ2021年っていうのに昨日は出演してきました。でそこから今日は1日お休みの日だったんですけど、
昨日は久々に外イベントというものをしてきまして、ありがとうございます。皆さん見てますよ。はい、久々に外イベントをやってきました、昨日ね。だから外でステージに立って、でファンの皆さんがステージの下にいるっていうのが久々すぎて、昨日は猛烈に興奮していました。クリエイターズ昨日来た人いますかね、福岡の人で。なかなかね、東京には今行けないので、イベントしたいんですけどね、まだ行けないんですけど、はい、楽しかったよ。だってありがとうございます。あとあれもありましたね。はい、で昨日は珍しい髪型もしてみて、そう、私のインスタの投稿とかにも載せたんですけど、昨日の髪型は、私普段ね、みんなも思ってると思うけど、全然アレンジしなくて、結構その頭の形とかが結構コンプレックスだから、なかなかねアレンジしないの、挑戦しないんだけど、ちょっと昨日はメイクさんとか、あとさえとかメンバーに、ジーナあんまりアレンジしないんだから今日ぐらいしてみなよって、こういうね、普段の撮影とかでは挑戦できないこともイベントとかだったらできるんじゃないって言って、一押ししてくれて、昨日はね久々にアレンジしてみたんですけど、 ありがとうございます、似合ってたよって、みんながね、そう、適当投稿した時にみんながすごい好評だったんで嬉しかったです。昨日した髪型はここからここをねじって、で後ろにこうやってた感じですね。ここをねじって、でここで下の方でゴムで留めて、でここ巻き巻きにしてっていうのをやってもらいました、メイクさんに。どんな髪型しようってすごい迷ったと。なんか私大体イベント、外イベントの時って、まあ、巻き下ろしかストレート下ろしか高めのポニーテールの3択なんだけど、ああやってアレンジするっていうのはね、なかなかなかったので、わっ、クソ可愛かった。だって口悪いな。こんばんは、初見です。メイク初心者なんでコツってありますか。だって、あら、確かに私も、まあ、話変わるんだけどね。はい、なんで昨日は久々にやってみて、みんなも好評だったので嬉しかったです。メイクは結構外イベントの時とかは濃いめにしてます。今日はね、なんかいつもと違うってさっきコメントあったんだけど、そうだな、何が違うんだろう、確かになんか違う気がする。なんだろう、アイラインを結構今日は下目に描いたかな、目尻のここに沿って描いたからかな。いつもこう 上目に描くんだけど、今日下にこう描いたから違うのかもしれない。あとね、粘膜めっちゃ埋めたってかな感じですかね。あとコンタクトしてない。お休みの日はカラコンはお休みしてます。そう、質問タイムやってみてほしい。え、どういうこと、質問タイムって、これ今ってこと、今じゃなくて違う日にってことでしょ。その髪型に名前はあるの。え、なんて言うんだろう、あの髪型はねじりハーフアップかな。髪多い方、髪は少ない方です。少ないっていうか、少なくはないけど、一本一本がすっごい細くて、あの海外の血が少し入ってるので1/8だからなのか分かんないけど、すごい髪が細くて一本一本が、だからちょっと髪がね、毛量が少なく見えてしまうのかな。だからそれはちょっとね、嫌なんだけど。本当に可愛かったです、ありがとうございます。昨日外イベで、久々に外イベで嬉しかったことは、やっぱファンの皆さんがうちわをね持って応援してくれてたことが本当に嬉しかったです。なかなか劇場公演来れない方多いんだけど、昨日はすごい後ろの方までいてくださって嬉しかったですね。もちろん間隔はね空いてたんですけど、一人ずつ、そういう感じで、あの感染対策はしつつやってました。あ、はじめまして、ツイッターで回ってきて可愛いなと思ってフォローしました。あら、ありがとうございます。見てるかな、まだ、嬉しいな、ありがとうございます。
そんな方がいらっしゃるんですね、ツイッターから。今日はアクセサリー身につけていませんか？さっきまでつけとったんやけど、ちょっと耳が痛くなったので外しました。そう。だから今日はちょっと顔が丸く見えちゃいます。ねじったとき輪郭と首の長さもすごく影響すると思います。ちょっと垂れ目に見える。そう。今日は垂れ目気味に描いてます。あー嬉しい。なんかお手上げララバイのレッスンとかね。じゃあそのことも話そう。初見です。今日はすごい初めての方が多いみたいで嬉しいですね。インスタライブ中に質問コーナーある。あ、そうなの。髪の毛少し分けて女神ヘアです。髪細いんだマトちゃんに会えましたか？そう、昨日ね、あの現場に入る時にちょうどマトちゃんとすれ違って会えました。相変わらずお美しいマトちゃんで、ちょっとだけだったんだけどね、会えましたよ。ポージングの工夫ポージングの工夫か、なんだろうな。ポージングの工夫とかは別にないんですけど、私はその時の気分でいろいろやってますよ。最近ハマってるのは裏ピースこっちにこうやって顎に当ててます。ずっとこれが好きだったんだけど、あの顎がちっちゃく見えるポーズ、あの自撮りでさ、女の子同士で自撮りする時とかあるじゃん。その時に前はよくこうやってして小顔効果してたんだけど、最近はこっちのピースにしてます。そうすると顎がシュッと見えてね、うん、これとか結構多いかな。とかこうやってしたりとか、結構小顔に見えるのが大事なんじゃないうん、こうが多いかな。最近最近ハマってるポーズこれですかね。あとはほっぺのこれ、肉がもう多くて多くて。ネイルじゃんじゃーん。相変わらずこの色が好きでずっとこれです。ピンクゴールド。ジーナちゃんピースして。あら、今日鬼滅の刃やってんだ、忘れてたな。いつもねネットフリックスでね後から見てんだよね。彼が昨日ジーナは可愛いからすぐ分かったって言ってたよ。あら、嬉しいことを言ってくれますね。久しぶり、元気元気です。ドライヤーの設定なども知りたいすごいな。質問、あ、ここのハテナのとこから質問できるんだ。なるほどね。見に来た、ありがとうございます。あんまりさ、インスタの最近ほんと始めたばっかだからさ、ライブ。クレオパトラに見えるわジーナちゃんイエベ明けでしたっけ。そう、前ねパーソナルカラー診断してもらった時はイエベ明けでしたよ。うん、イエベ秋です。もうもろイエベ秋だけど、まあ好きな色使えって感じで。さくらです、こんばんは。あ、これはちょっと質問コーナーがあるみたいなんでちょっと見てみます。ジーナの下唇がセクシーで好きだな。あら、結構唇がねいい感じに今日は潤ってます。イエベ秋羨ましいのかな。そう、イエベアキです。イエベアキはあのバーガンディとか色似合うんですよ。とか濃いめの色とか、あのカーキ色とかも似合いますね。濃いめの口の色とか、今日はセダンヌの2番。最近はこれとこのアビュージューシーパンスパークリングティント BE02 番、だいたい02番使うことが多いかな。なんかこれとこれと、まあこれだいたいこれを使い回してます。私の唇がこれ出てきてます。で、なんだっけ、質問ちょっと見てみよう。できるってことでポイッ。
お、こうやって質問ができるんだ。なるほどね。はい。で、これは何？あ、質問をタップして回答できます。なるほど。わかりました。これでできるんだ。いいじゃん。トークテーマさ、なんかどうやってトークテーマ作ろうとかって、事前になんか募集した方がいいんかなとかって思ったんだけど、こうやってできるわけだ。いいですね。これからこれやって、今日ろれつが回らへん。こうやってやっていこう。じゃあ、みんなが気になっているこちらですね。これ、ジーナ秋公演の感想を聞きたいです。質問コーナーみたいになっちゃった。先日、そう、この1週間の間に、もともと7人組で構成されてた秋っていうのがあるんですけど、それでまどちゃんが卒業して6人になってから1回も秋で活動してなかったんだけど、ようやくこの前6人になって初めて劇場公演をしました。感想は、やっぱ一人減ってすごいちょっと減った感はあったし、寂しかったけど、まどちゃんの分も7人分6人でできるぐらいな勢いでみんなで頑張りました。で、今回はセットリストをすごくね、結構何曲かつ5曲ぐらい追加して、で、て、あと立ち位置もいろいろコロコロ変わったんだけど、そうだな、ダンス曲を、ダンスパートを増やしたので、そこがすごく体力的にめちゃめちゃきつくて、大変でした。今まで集会はあまり踊らないというか、汗をかかない公演、汗をかかないイベントだったんですけど、なんか汗をかかなくていいのが週みたいなイメージあったんですよ。なんか 週は汗をかかない綺麗なまんま踊るのが週みたいなイメージングが私の中でも、私ファンの皆さんの中にもあったと思うんですけど、なんか今回からは結構踊る曲を増やしたので、汗もすごい当然かくし、とにかくきつかった。なので、ほんとガラッと変わったので、ぜひまたやりたいですね。はい、以上です。神々ジーナ。はい、上唇のほくろが好きです。下まつげ綺麗、ありがとう。あ、これはね、ヒロインマスカラです。今日はメイクポーチ持ってきてるから、なんかいつでも 紹介できるっていうね、謎の。あ、もう20分経ったじゃん。今日何分しよう、なんか何分するか今日決めてなかったんですよね。あんまり長いとみんなも飽きちゃうので、もうそろそろ終わらないといけないんだけど。はい。あ、ジーサイ大好き、ありがとうございます。あ、ジーサイ大好き、嬉しい。今日、昨日ね、ジーサイちゃんって言って、投稿、2人の写真、顔をくっつけた写真を載せたの、見ましたか？皆さん。まだ見てない方は、今すぐいいねにしてください。そう。昨日、ジーサイの写真撮ったんだけど、サイは、3期生で1個後輩なんだけど、もう全然友達みたいな感覚で仲がいいです。昨日はね、ずっと楽屋隣に座ってて、結構空気感がさえとは似てて、で、同じ長女だしっていうので、ずっとね、お菓子を一緒に選びに行ったり、お弁当を選びに行ったりしてました、昨日は。で、さえの写真をひたすら撮るっていう。もうさえが本当に可愛くて、私はずっと撮る係でいたいです、さえを。
そう、現在なっちゃん、ジーナ、エミリー、サイちゃん、サノちゃん、ひなた6人のメンバーです。そうです、そうです。そうで、集会でなんと私ソロ曲をユニットでさせていただきました。ありがとうございます。ほんとそうなの、そうなの。 MC 前がきつそうだったさなっちゃんも崩れ落ちてたほどダンス曲が増えたんだけども、はい、なんかいろいろね意見はあるみたいでね。そうだね、やっぱゲストメンバーがいなかったっていうのも寂しかったのかな、やっぱ。うん、今回からゲストメンバー毎回ね招いてゲストメンバーが司会をしてくれてたんだけど、今回から集会のその週のメンバーで回すってことになって、日向がやってくれましたけど、私はそうソロで高橋みなみさんのお手上げララバイって曲をねソロでさせていただきました。ありがとうございます、本当にありがとうございますって感じで。そう、もともとユニットどうするって話してて、ありがとうございます皆さん。そうで、ユニットを今回はどう決めたのかな、くじ引きで決めたんだ。なんかユニットどうするって話してて、で222でやるか33でやるかで123でやるかっていうので結構何択かあった中で、結局前は週のイベントっていう形でやってたんだけど、今回から週の公演っていう形にも、イベントから公演に変わったからセットリストを長くしないといけなくて、でそれで曲数を増やさないといけないしってなった時に、ユニットで33だとちょっと曲数が少ないってなって、もう一曲増やしたいってなって、なっちゃんがジーナソロどうって、ゆいちゃんソロどうって言ってくれて、あ、じゃあ頑張りますって言ってさせてもらいました。でね、何するかすごい迷ったんだけど、曲ね、一人のソロ曲っていろんな候補があってね、板野友美さんの 1% とかもやりたかったし、やってみたかったし、なんだっけ、高見菜さんのお手上げララバイは第1候補で、そこからジェンドーとかもやってみたかったし、あとは何曲か候補あって、最終的にはジェンドーかお手上げララバイでもやったんだけど、結局お手上げララバイってことになりました。すごいね、久々に一人でステージに立つってことが最近全然なかったから、正直めっちゃあんだけね、私結構ステージで堂々と、結構なんて言うんだろう堂々と立ってるけど、意外と結構緊張してて、めちゃめちゃ緊張してたんですけど、でもみんなが温かい目で見てくれたので嬉しかったです。ありがとうございました。集会定点で見たくなる公演でした。ありがとうございます。そう、結構ね、前日も先生がいない中でメンバーで合わせようって言って合わせて、結構細かく合わせたので、そう、実際尊い、ありがとうございます。もうすぐ終わんなきゃ、こんぐらい長いんだけどね。あ、そうなんだ、明日まで10周年グッズ、あら、そうなんだね。声かわいい、ありがとうございます。しびれました、嬉しいな。そう、すごい不安だったんだけど、よかったよってファンの人が言ってくださったから本当嬉しかったです。そう、くじ引きで、あ、くじ引きで、違うソロ曲を選んだのは、ソロ曲にやるメンバーはをどうするっていうのはくじ引きで選んだじゃなくて、くじ引きで最初33で選んだんです。最初くじ引きで3人組、元から3人組ずつでやる予定で
くじ引きして、だけどそこから3人3人ってくじ引き引いた後に、なっちゃん、私、その、あ、違う、え、合ってるか、なっちゃん、その、私の3人組になったんだけど、そこからもう1曲追加しようってなった時に、もともと候補に入れてた 1,2,3 組にしようかってなって、私がソロでやらせてもらうっていう流れです。ちょっとめんどくさいよね、ごめんね。だらだらと、全然ない、分かってないでしょみんな、何をジーナ話してんだろうって感じだよね。ほんとほんとごめんね。みんな内容分かってるかな、分かってない人がほとんどな気がする。理解できましたか、ありがとうございます。あ、もう終わんなきゃ。よくわからんかった、ごめんね。わかってる、なんか説明がちょっと短時間だからさ、あんまり、まあ、また集会やるときに詳しく話しますね。さっき何話そうとしたんだっけ、なんかさ、韓国コスメ使ったりしますか。使うよ。すごいみんなが質問たくさん書いてくれてありがとうございます。さあ、というわけでもうね、28分ってことで、今までの配信史上一番長い配信なんですけど、ちょっとこの辺で喋りながらスクショタイムしますか。じゃあスクショタイムお願いします。じゃあさっき言ったこのポーズで、ほら顔細く見えない、結構私ここがねもたっとしてるんで、ここを隠すことによって細く見えるっていう。どうしようかな、あとこの洋服、右左右左真ん中、右左真ん中、ウインクして、右がねできるの、左がね眉毛上がっちゃうの、めっちゃ、あ、でもできた、右左あ、今日裸眼です。そう、いつもコンタクトしてんだけど、ありがとうウサギ。はい、ってな感じなんですけど、あとなんかあったかな、答えるやつ。はい、で結構ね、なっちゃん神、そうですよね。はい、あ、もう30分間今日はしてますけど、今日は長くやりましたね。はい、スクショ撮れましたか、ありがとうございます。はい、てなわけでオードリーヘプバーンポーズって何。じゃあそれはまた次回で、ね、じゃあ今週も見てくれてありがとうございましたね、明日からまた月曜日なので頑張りましょうね。はい、じゃあ真犯人見てる、見てまーす、大好き。はい、あとなんだろうな、あとあるかな、なんかいろいろ、なんだ、お知らせあったかな、あ、そう、さっき思えた、10周年記念グッズが今発売されてて、明日までなのでぜひあのゲットしてください。個人グッズが発売されてるので、私のタオルもあるし、あとタオルとなんだ T シャツとか、あとなんだあれなんだっけ、でも個人グッズが発売されてるし、10周年記念全体のグッズも発売されてるので、ぜひこの記念にゲットしてみてください、お願いします。ゲットしたよ、さすがです。
ぜひよろしくお願いします。ではでは、今日は長い配信にお付き合いいただきありがとうございました。はい、じゃあまた次は来週です。じゃあまた、あ、アクリルスタンドだ。アクリルスタンドとタオルとあと10周年の T シャツです。じゃあありがとうございました。おやすみなさい。明日からも頑張ろうね。ありがとう。じゃあねー。はい、さよなら。